たぬきちチャンネルです。こんにちは、たぬきちでございます。超スーパーラフな格好でびっくりをされてるんではないでしょうか、皆様。ちょっとねなんか新しいことをやってみようかなと思って、まあ、今日はですね、皆様のご質問を、ご質問にお答えさせていただいて、まあ解決の動画を撮っていきたいと思います。はい。で、今日の質問は何かと言いますと、昨日ございました、ライブ中にございましたですね、締め込みのやり方を教えてほしいというね、連絡が来ましたので、まぁ、ちょっとそれをですね、解説させていただきたいなと思います。締め込み、あんま僕もね、よくわかんないんですけれども、なんか回しみたいなもんかなと思って、勝手に、これ、ちょっと、詳しくはわからないです。僕もね、博多の、なんでしょう、お祭りとか出たことないのでわかんないですけど、まぁ、あとは、まあ、その、締め込みって言っても、まあ、ふんどしのことなんですけど、まあ、お祭りでは締め込みと言ったりするらしいんですけどね。まあ、どのお祭りに参加するかによっても、なんかちょっと、ね、違うみたいなので、一概にと、あっち側に全部これで正しいとは言えないんですけど、まあ、大きく2種類あると思います。前袋式の、締め込みタイプと、前だれあれの締め込みタイプがあると思います。で、長さとかもね、全然違うので、長さ、幅も全然違うので、本当にね、これ、7日堂のやつなんですけど、本当になんとも言えないんですけど、地域のお祭りに本当によって全然違うんですけれども、まあ、今日はちょっと前だれ式のやつをやっていきたいなと思います。で、前袋式はまた後日アップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、前だれ式のやつですね、まあ、端っこ加えて、中に通していきますね。はい。ちょっと、普通の六尺くんどしはほどかせていただいて、まあね、普通に股に通していきます。ほっ。ほっ。よいしょ。普通に、ほっ。股に通します。で、お好みの、なんて言うんでしょう。長さがあると思います。まあ、かっこいいとされてるね。うん。かっこいいとされて、まあ、これぐらいですかね。まあ、ちょっとこう、シワシワになってるんで、あれなんですけど。まあ、これぐらいじゃないかなと思います。で、1回目は、これで多分ね、いいと思う。はい。で、後ろ回ります。こういう感じね。後ろに回って、この状態では特に何もしません。最後に締め上げるので、まあ、こんな感じでしていただいていいでしょう。で、2回目ですね。2回目。これね、まあ、いろんな種類があるんですけど、2回目もね、ここに通すって方もいます。そうそうそう。なんかこうやって通しちゃう。2回ぐらいね、普通に前だれの後ろで通しちゃう。あとは、ここからはですね、あとお好みなんですけど、開いていきます。こうね、さらしを開いていきます。開いて、くるくるね、腹に巻きつけます。まあ、本当に、やり方いろいろあるので、なんとも言えないですけど、そうしないところもありますしね、そうすると。で、こうやって、よいしょ、巻きつけます。もうちょっと上でもいいですね。これ、なんだろう。もうちょっと上まで切って開いて、よいしょ。もうね、あんまりいろんなお祭りに出てないのでね、ようわからん。本当それぞれ締め方違う。あって開いて体に巻きつけていきます。で、この時にさっきなんだ、締めたね、前だれのところもかぶせるようにすると、なんかちょっと前だれが固定されてかっこよくなります。で、こうやってね、さらしをなんだ開いて締めていきます。で、お腹引っ込ませてね、一回一回こうギュッと締め上げていきましょう。ほほほ、こんな感じ。前幅でやるのがおすすめです。で、最後ですね、まあ本当はもうちょっとあるんですよ。これ一旦短いやつなので、一旦ないやつなので、ちょっと長さ足りないんですけど、本当はこれが何周もします。これ何周も何周もして、一旦全部使い切ってください。そうするとかなりね、なんだろう、いい感じになると思います。はい。で、最後、まあ、いい感じになりましたと、なりましたと、いったところで、ちょっとねじっていただいて、ここね、こうやってねじっていただいて、最後ですね、締め上げます。上からかぶせて、下から上にと引き上げますね。で、あとはもう、こうやってね、なんか好きなようにこうやってねじねじしていっていただければなと思います。ね、
で、まあ、適当なところでいいので、もうこの中に、サラチの中入れちゃって、こうやってね、隠しちゃっていいと思います。こんな感じだと思うんですよね、大体。ちょっとね、今回、サラチが短いのと、前だれが、ちょっと急遽動画撮影しようと思ったので、ピラピラなんですけど、こんな感じだと思います。はい。まあ、どうだろう。多分こんな感じだと思うんですけどね、後ろ姿はこんな感じ。前はね、こんな、もうちょっと暑いです。もっとね、何周もお腹の部分はすると思うので、もっと、さらしが厚く巻かれるんですけれども、こんな感じですね。で、横こんな感じ。多分こういう締め方でいいんじゃないかなって思うんですけどね。違うかな。あとは、もう一個、前だれ式。最後に、ねじり込むじゃなくて、最初にやっちゃう方式もあります。でもね、最初にやる方式、まあ、どうなんだろうな。まあ、本当に好き好みが、あると思います。本当にね、お祭りによって違うと思う。なんとも言えないです。最初にやっちゃうやり方は、まあ、こうしますよね。で、ここでもう入れちゃうんですね。ここでもう、全部通しちゃう。はい、通しました。あとはもうここロックしといて、さっきみたいに広げて、もう最初からね広げちゃって、ぐるぐる巻きにしていきます。こんな感じです。まあ、こっちの方がね、なんだ、まあまあどっちもどっちかな。こうやってくる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 回していきますね。基本的には一緒です。はい、こうやってね、ギュッと締めながら回していきます。もっと上に締め方があったら、こうやってね、上の方に、なんだ、さらしを持ってきたりとかして、ぐるぐる回して。で、最後、これ微妙に余るじゃないですか。でももう下に通す必要はないですよね。ここでやったんで。あと、ここ、なんだろう、見えたくないっていう方は、ちょっとね、下の方まで、巻きつけてもいいです。ごめんなさいね。ちょっと戻ります。こうやってね、なんだろう、お尻のちょっと根元部分までね、こうやって、こう、なんだ、さらしで隠す方もいらっしゃいます。はい。こういう締め方もできます。これだったらね。前のやつっていうのかな。最初に巻いたやつだと、最後にお尻に、ね、縦蜜に食い込まなきゃいけない、食い込ませなきゃいけないので、お尻を隠すことはできないんですけど、このやり方だと、いくらでも隠せます。で、最後ちょっと余ったやつを、こうねじって、この、内側にこうやって入れちゃう。こんな感じです。そうすると、なんだろう、まあ、こんな感じですね。はい前こんな感じです。で、横、はい、横こぶちか、横で後ろみたいな感じです。後ろがこう、好きなぐらいね隠せるんですよ。まあ、もうちょっと熱いです。何回ももうちょっと、なんだろうね、さらしがあると思うので、後ろは好きな具合にこう隠すっていうのかな、巻き方を調節することによって、まあ、いろいろと締め加減調節することができます。いかがでしたでしょうかね。まあ、締め込みと言われるやり方ですけどね、まあ、ほぼこんな感じじゃないかなと思うんですけど、僕も詳しくは分からないので、あと前袋式は多分、あとね、普通、あとはもうこれで、なんだ、あと前袋、いつものようにね、前袋にするだけだと思うんですけど、ちょっとわかんないんですけどね。ということで、僕なりに、昨日あった質問、締め込みのやり方について教えてくださいという、回答動画でございました。まあ、本当に正しくわからないですし、いや、本当にお祭り、なんかもう人それぞれですね、お祭りの際は。まあ、綺麗に締めてる方もいらっしゃいますし、なんか全然締められてない方もいらっしゃいますし、まあ、地域によっても違うと思いますし、まあ、人それぞれ、なので、まあ、一番は、そのお祭りの、まあ、なんて言うんでしょうね、かっこいいなって思う、まあ、長くいる方で、まあ、かっこいいなと思う人にですね、締め方を教えてもらうのが一番ではないでしょうか。ね、くれぐれも、これが正しいんだって言わないように。
地域のね方々に聞いてお祭りに参加していただければなと思います。まあちょっとなんかまあコスチュームっていうかね、あのちょっと締め込みやってみたいって方には、まあ、こんな感じでおすすめでございます。これはもうなんかあのお祭り用品店とか呉服屋さんとか行くと買えるさらしで十分ですので、はい、そちらでやってみてください。いかがでしたでしょうか。いいねと思ったらね、グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまたどこかでお会いいたしましょう。たぬきちチャンネルでした。またねー。バイバーイ。バイバ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 イ。